つねです。皆さんおはようございます。はぁ、はい、はい、今日はですね、前回兄に靴をこういう風に作ってあげた動画を出したんですが、今日は僕3兄弟なんですけど、この靴を作ったのは次男の靴なんですよ。で、今日はですね、長男の靴をまた頼まれましたので、今日はこちらの、じゃん、同じ靴の色違いですね、黒、ここにデザインしていきたいなと思っております。前回ここにドリップデザインをこういう風に書いたんですけど、今回はこの前の部分にドリップデザインを施していきたいなと思っております。はい、じゃあ早速手元の方に、レッツゴー。今日もですね、もうあらかじめこのラッカー薄め液をここに塗っているので、もう大丈夫です、やってます。で、このラッカー薄め液使うときは必ず換気のいいところでやってください。僕はベランダでやってます、はい、全然見えないんでもうポスカの白で、もう一発でまず白で書いていきます、はい、全然見えないから下書きが、書いていきます。はい、できました。こんな感じです。じゃん、今日はこんな感じのドリップカスタムをしていきたいなと。で、この内側ですね、この内側を今日は黒地なので、白をまず塗ってから、その上から黄色を塗っていきたいなと思っております。では反対側もやっていきます。はい、できました。こんな感じになりました。じゃあこちらをまず白く塗っていきます。はい、はい、じゃあ白く塗っていきます。はい、こんな感じになりました。じゃん、いい感じ。この上から黄色を塗っていきますので、反対もまずは白をこのように塗っていきます。はい、できました。こんな感じになりました。白ね、こんな感じなので、次はこの白の上に黄色を乗せていきたいと思います。頑張ります。じゃあ行きます。こんな感じでちょっと集中して塗っていきたいと思います。時間かかるんでね、ちょっと塗り終わった先まで飛んでいきます。はい、はい、今塗り終わりました。黄色、見えるかな、白がこっち、黄色だとこんな感じです。見えるかな。はい、じゃあ続き反対側も塗っていきたいと思います。はい、終わりました。はい、こんな感じになりました。ちょっとね、こういうはみ出ちゃってるところは後でラッカー薄め液を綿棒にくっつけて落としていきます。なので大丈夫です。うん、このオレンジの色でシャドウをちょっと描いていきます。レッツゴー。はい、シャドウができました。こんな感じになりました。見えるかな、ちょっとチーズっぽくなったチーズっぽくなりましたね。はい、
こんな感じになりました。こっちもチーズっぽくなりましたね。こんな感じです。ジェこれから、ポスカの、まあ、黒なんですけどアウトラインポスカの黒で描いていきます。はい、できました。アウトライン集中してやりました。こんな感じ、結構綺麗にね、アウトラインでアウトラインも結構綺麗にできました。ハイライト入れていきたいと思います。はい、今ちょっとねポスカでホワイト入れたんですけど、全然やっぱ白と黄色が似てるのが目立たないんで、アクリル絵の具でハイライト入れていきます。じゃあ塗っていきます。はい、こんな感じでホワイトハイライト入れました。見えるかな、見えますかね。ハイライトもう一足もやっていきます。はい、できました。どうでしょう、両足できました。ハイライトも入れて、はい、なんか蜂蜜みたいになったねじゃあ最後に仕上げでおなじみアクリルフィニッシャーをですね塗っていきたいと思います。塗り終わったのでちょっと今からドライヤーかけます。はい、オッケー、終わった。はい、完成しました。はい、どうでしょう。今回はもう本当にこの上の部分だけしかやってないので、かかとも何もしてないです。上の部分だけ、はい、片方ずつ見しとこうか。こんな感じ、こんな感じです。はい、こんな感じで仕上がりました。なんか蜂蜜みたいな、蜂蜜食べたいみたいな感じですけど、ちょっとね最後のアクリルフィニッシャーでこの辺がね、なんかよくわかんないんですけど白くなっちゃったんで、ちょっとそれが心残りなんですけど、でもそれ以外はまあうまくできたんでよかったです意味わかんないところに絵の具ついてるって今日の作品はだいたい3時間ぐらいかかりましたね。であとはこれを兄に渡して喜んでくれたかなって思いますね。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、もしこの動画がよろしければグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。